はい、こんにちは、ビッグボーイです。今回は数日前にバトルフィールド4大型アップデート冬パッチ、それのなんて言うんだろう、テストな感じでちょっとプレイしていきたいと思います。3.35 ギガぐらいの本当に大型なアップデートなので、ちょっと全部は説明しきれないんですけど、まあ全容はちょっと URL で乗せておくとして、じゃあちょっとスナイパー使っていこうかな。輸送ヘリ乗せてもらおう。まずスコアボード開いた時にまだリスポーンしていない人がこんな風にちょっと薄暗く表示されるようになっただとか、まあ、ちょっと細かな追加とかもあるみたいで、あとネットワーク関連の修正とかもあって、でとりあえずブラボーかな。ブラボー、スナイパーは下手くそだから頑張ってこう。あ、まずいな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 。あ、敵降りたな、敵降りたか、大丈夫。あ、まずいな、超まずいな。いけるかな。と、あと、分隊湧きするときに、よく分隊員から湧いてすぐ、やられてしまうっていうことも、結構あるんですけど、そういうときに まあ、なんだろうね、その分隊員のその、カメラ、画面の左下に映ってる、この分隊員の目線の画面のところに、交戦中だとか、表示されるようになったそうなので、まあ、リスキルを多少、防げるかなみたいなのも、加わったかな。で、歩兵はどっかにいないかな。このファイナルスタンドのマップちょっと結構開けてるから、歩兵がいたら倒していきたいんだけど、デルタ点滅中でなんか飛んでんな。なんだあれ、敵の車両を発見した。あれ車両なの。デルタ取ろう。あ、敵が一人いるな。ミスった。あ、もう一人来たな。あー、味方倒してくれた。ここあんまプレイしてないんだけど、どこのマップに行こうかな。待って、敵いないか、そこに。味方がナイフやるかな。いた、やらせません。よし。今一瞬なんだろう、サイトが 赤くなったというか、なんていうか、あれはヘッドショットしてる時に赤くなるのか、それとも死んだ時に赤くなるのかがちょっとよくわかんないんだけど、まあなんだろう、赤く光るようになったのかな。ちょっとどっち判定の示しなのかちょっとよくわかんないんだけど、うん。よし。で、エコードが点滅してない、してる。今、司法持ってんのか。嫌がらせロックして、この嫌がらせロックができれば結構戦闘機とか離れてくれるかな。敵のヘリがいる。ロック。エコーに行ってみようかな。あ、エコー取れてるかな。ちょっとこのマップ結構広いから、マラソンゲーに化してしまうかもしれない。敵のヘリ、チャーリーに指示をされたので、チャーリーに行こうかな。あ、待って、敵がいる、あそこに。バレてないから、ここ、よし。あ、待って、もう一人いる。降りてったかな。あれ、ロックしよう。
ロック。誰か撃ってくんないかな。敵戦車の姿を確認。ほっ。敵の戦車だ。注意しろ。動かないで、動かないで。乗っちゃったな、一人。あ、降りた。おいしょ。ここ。あ、当たんない。よっ。敵の兵士を発見した。難しい。ほい。あれ当たってない。あ、いた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 。難しい。あれ、あいつ倒したい。あいつ倒したい。あれ当たってない。よし。あー、いるね。敵の対戦車当たった。一人倒した。いやー、まずい。降りる。さよなら。あ、一人超近くにいる。おお、やられた。で、これで今死んでるから、あ、黒くなってんね。あ、光線中でなってるね。この味方光線中。あれ、分隊が少ないな、ちょっと。分隊をアルファに変えて、LAV。この人から置こう。待って待って。味方やった。オッケー。さて、かなり拠点が取れてるけど、これ乗ってこうかな。あ、なんだなんだなんだ。マップはどうなってんだろう。こっちに行くといいかな。いやいや、なんでしょうか。何？進まない、進まない。地雷があった、もしかして。南の方角、敵軽装甲車両 LAV を捕捉した。さあ、デルタも味方が取ってる。こういう装甲車とかで全然乗ってないから、ちょっと乗っただけでも装備がどんどん解放されていくんで。うん、当たんない。あ、当たった。よし、あー、敵のヘリがいる。さあ、どうしようかな。エコー行こうかな。敵が一人、歩兵が一人。痛い。いや、嬉しい。やられた。さて、じゃあ、チャーリー脇。チャーリー、あれ？ここどこ？チャーリーこっち？え、このマップこんなところあったっけ？で、チャーリーが取られてる。ここ上行ってみよう。お！ほい！なーん！ナイフ！なあ、くそ。待って、まだチャーリーから分ける。で、F も点滅しちゃってんな。これドーム型みたいな拠点だっけ、チャーリーが。これなんか上開きそうだけど。開くのかな？はい。あ、開きそう。もう一丁。ほい。あ、開かねえや。入り口はどこだ？あ、敵歩兵がいた。あ、当たんない。アシスト。味方がやる。で、戦車がいるから
ロックしちゃう。ロックしちゃう。ロックしちゃう。スモーク焚いた。ロックして、誰か撃ってほしい。誰か撃ってほしい。それ、待って。そこに敵がいる。うん、あお、味方バイパーからはこう。味方バイパーで、歩兵を。歩兵がいない。歩兵がいた。倒した。もう一人。もう一人狙えない。あ、そこにいる。よし。ちょっと感度はそんな高くないから、マーク狙っていきたいな。いた。あー、狙えない。あ、あそこにいるぞ。よし。お、大丈夫か、大丈夫か。ロックされてる。あれー大丈夫か。おお、リルゾン。おっ自殺判定なの今の。自殺判定なのか、この分隊員からこう。あれ、この分隊員、クレームは待ちしてる。うって、よっ、あれ。じゃ、ちょっと、ゴルフ。ゴルフ脇で、敵がいて、パンとできなくて。こいつの後ろに隠れて、撃って、よし。撃って、乗って、撃って、よし。下水戦法で行くぞ。おら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 。おらおら。痛い。もう一人。おらおらおら。よし。もういいです。じゃあ次にチャーリー超戦闘機チャーリーに行こうかな。あ、チャーリー取れてるな。すごい味方強い。報告、チャーリーの確保に成功した。チャーリー取れてる。なんかアップデートに関してのことをさっぱり言ってないけど、まあ、体感的に感じるのはあのさっき言った通り、あの交戦中と乗ったりだとか、まあなんだろうね、回線も少し改善されたかな。あの戦闘機とか乗ってる時にあの画面揺れがなんか結構すごかったりするんだけど、なんだか海外サーバー、アジアサーバーじゃない海外サーバーとかのサーバーの方がなぜか結構安定しててラグることも少ないような。はい、あー当たったけどアシスト OK。 あれロックしできるかな。ロックできるかな。ロックできないな。敵ボロッボロだけど。あ、歩兵がいたな。二人いるな。よいしょっと、もう一発。よし、ヘッドショット。こいつも。おー、うん、よいしょ。あ、当たんない。待って、戦車いるな。ロック。あ、バレてる、バレてる、まずいまずい。やめて。あ、ここ潜れないのか。あー。あ、C4 持ってるじゃん。
忘れて、四方つければよかった。どうしようかな。この人脇。で、降りて、あ、いい引かれた。待って、この人、高戦地、あ、死んでる。で、この人脇。敵がいる。敵がいてやられてる。撃つ、撃てない。撃つ、撃てない。ああ、スナイパーはやっぱ難しい。あ、分隊が全滅した。どうしようかな。この人から乗せてもらって。よし。さあ、歩兵を借りやすいところに連れてってくれるかな。あ、敵がいるな。よし、リロード。よし、あ、あれを倒すのかな。お、ミサイル発射の偏差射撃が当たんないけど、目の前にもヘリがいるぞ。だー、何事。まずくね、まずくね、まずくね、あー、まずあれ自滅してる。運転手が真っ先に降りて自滅をしてるな。どうしようかな。この人を脇して、降りて、そこにいる敵をパンと、よし。右の崖のとこに敵が何人かいるな。よい、よし、もう一人いる。あれあれか。ああ、行っちゃった。グレネード、あー、降ってきた。どっかここ登れるかな。よし、あー、待って待ってー、いやー、まずい。味方が助かった。ん、あれ、敵当たった。あー、見えない。取っちゃおう。で、四方、待って、こっちから来る？こっちから来るか？あ、あ、いたな、普通に。おう。いる？うっ！うわぁ、くそ！あ、味方がやられてる。あ、バイパーがあるから運転手で行こうかな。で、分隊長になっちゃった。ちょ、今度はロケットで。ロックしちゃうぞ、ロックしちゃうぞ、ロックしちゃうぞ、ロックしちゃうぞ。撃つ。どうだろう。あの戦闘機がないやってくれるかな。で、どこに行こうかな。デルタ点滅。戦闘機ぶつかってきた。特攻は特攻。それは良くないでしょ。で、この人脇しよう。敵がいるぞ。よし。待って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 。え、どこ行った？あ、いた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 。待ってよ、待って。味方が やってくれるかな。あって、そこにいる。当たってない。当たってない。
うわっ おチケットがあと9枚。脇の よし、勝った。チケット差がすごいな。というわけで、まあ冬パッチが当たったので、まあちょっと触れてみました。詳しいパッチ内容とかは、あの動画の説明欄のリンクから見てみてください。もしくは 3.35GB なので、結構時間かかるので、ダウンロードも早めにしといた方がいいかな。スナイパーにしては結構頑張ったってところで、じゃあ今回はここまでで。ご視聴ありがとうございました。